どうも皆さんご苦労様でございます。ご紹介していただいたんですけども、昭和55年から2年ちょっとになるんですけれど、国際仏教交流協会が運営しております、インド山日本寺というところの駐在員を務めさせていただきました。こちら祐天寺の3代前の岩屋上人、ほか何人かの発起人の方が、お釈迦様のいらっしゃったインドにお寺を作りたいということでできたお寺が、そうですね、カルカッタという、あの今コルカタっていうんですけど、東海岸、バングラデシュのちょっと下あたりに、コルカタ、昔のカルカッタっていう町がありまして、そこから、夜中に出る夜行で、夜行に乗りますと翌朝っていうかね、に次ぐくらいの距離のところに、お釈迦様が悟りを開いた場所があります。ブッダガヤって言います、そこにインド山日本寺があるわけで、今の駐在の方たちはもう事務局の先生方にパソコンでいつでも、監視されてるっていうような状況なわけですよね。もうリアルタイムで意見の交換ですとか報告なんかっていうのができる。昭和55年っていうのはまだパソコンがそんな できてるわけじゃない時代なもんですから、朝ちょっと今日は町へ買い物に行ってきます。今日はちょっとスタッフを連れて何人か連れて山行ってきます。そんなことをしてね、遊んでばっかしいたわけなんですけれど、後になって考えますと2年間というものは非常にいい経験をさせてもらったなっていうふうに思います。ただし私の中ではインドっていうのは反面教師なんです。お釈迦様っていう人がいたのに何この状態はっていう、お釈迦様っていう人は8万4千の教えを残したとは言われてるんですけれど、どうもそうじゃないみたいなんですよね。教えが教えを生んで8万4千になってると思うんです。だからかなり後になって作られたものもお経というふうにはなってるんですけれどね。お釈迦様の一代記ですとかそういったものを考えると、お釈迦様って特別難しい、今日皆さん写経してもらう、またお経を読んでいただいたんですけれども、般若心経っていうのは昔観音様っていう人がね、説いたっていうことで、そのエッセンスを凝縮したもんですから心っていう字をつけてあるわけなんですけれど、無とか空ということをついて、問われているわけなんですけれど、今日本の学校教育って、世界と比べてもそれこそ負けることのないすごい立派な教育をされております。だから今でいう宇宙物理学の出発点ですとか自然科学の出発点、そういったものも私たちはなんとなく学校教育の中で教わってるもんですから、この宇宙っていうのは特に太陽系なんかは太陽を中心にして地球がこう回ってるわけですよね。地球だけじゃなくてその他にも星はたくさんあるんですけれど、太陽に向かってれば熱くなる、背を向ければ後ろは狭くなる、寒くなる。でも昼と夜があるから攪拌されていい陽気ができるわけです。で太陽から遠くなったり近くなったりして、命が宿る
環境では最高の環境、絶妙な太陽との、あるいは太陽他の星とね、太陽系あるいはあの銀河系のさまざまな星との間の重力バランス、絶妙なバランスの上で地球が今あるもんですから命が生まれてるわけなんです。昔からインド人はこう空を見ていろいろ考えてたんですね。で、まあ、無とか空とかっていうことをこう考え始めるわけなんですけれど、もちろんお釈迦様も説いたとは言うんですけれど、どうもその、お釈迦様の声に一番近い教え、ダンマパダとかスッタニパータとかあのテラガタとかっていうそういうパーリー語のお経をこう見てると、そんなに難しいことは言ってないんですね。で、ただあのしっかりとしたことは書いてないんですけれど、この地球上にある命っていうのはその宇宙の絶妙なバランスで生まれた命なんだから、みんな必要なんだ、一人として不必要な存在はないはずだ。それは人間だけじゃなくて蛇もあのカエルもネズミもみんなこの地球上に必要な命だろう。そこに考えると私は皆さんに嘘をつけなくなる、皆さんから物を取れなくなる、傷つけることはできなくなるっていうことだと思うんですけれど、後世になるとそれが嘘ついちゃダメ、物を取ってはダメ、命を粗末にしてはダメ、怠けてはダメっていうこう強制みたいなものになってきているような気がするんですよね。でもそうやってお釈迦様の考え方をあの得たら世界平和になるんですよ。世界に平和になるはずなんです。ところがインドへ行ってみると、もう置いたものはすぐなくなります。それこそあの夜行電車で、あの夜行列車にカメラを持って大事だからってこうやって抱いて寝てた、朝になったら鍋に変わってたっていうね。実際私が行ってる時もあのお釈迦様が常住した領主船ラジゲールっていうところに朝お参りに行った日本人の方がお寺へ来た時頭に鉢巻き巻いてるんですよ。どうしたのって聞いたら、山賊に襲われましたって。だから、お釈迦様っていう人はこの、私たちは人間というのは何か知らないけど力の及ばないいろんなあの苦しみから始まって痛みから何からいろんなことを考えた時に、何か神様っていうようなものをこう考えているんですけれども、お釈迦様はどっちかというとそれはみんなあの私たちの苦しいことっていうのは人間同士のあのこう葛藤の中で生まれてくる現象なんだから、それを大事に物事を考えてやっていかなきゃいけないよっていうふうな考え方をした人じゃないのかな。でそうすると今のあのインドは一体何カーストで、それこそあのクリーニング屋さん、上着を洗う人と下着を洗う人とではカーストが違うんだそうです。なのであの言えばカーストっていうのは上にいる人がいかに楽をして儲けるかっていうシステム、それと、まあ、あの5000年以上の歴史を持ってる国なもんですから、あの侵略者もあったり、あるいは中での争いがあって、であの負けた方の人間は、まあ、命までは取らないけども、あの制御に就くななんて言われてね、まあ、物乞いをするようになったりしたんですけれど、それがなんかカーストというものの中で、今ではあの憲法ではカーストは廃止しましたっていうけれども、とにかく向こうの宗教がブラフマンというあのまあ人間の最高位にある人たちっていうのは神の頭から生まれたって言うんです。でクシャトリアという戦士貴族の人たちは肩から生まれた。
一般の人は腹から生まれ、奴隷の人は足から生まれたっていう教義がになってますから、いくら法律でカーストはなくしますって言っても絶対なくならないんです、宗教が変わらない限り。で、なんでお釈迦様の教えが伝わらなかったのかなっていうと、あの思うにシンプルイズベストっていう言葉がありますけど、お釈迦様の教えってそんな難しいことじゃないと思うんです。だけれどもあのインド人特有の、考える、いろんなことを考えすぎた挙句に、ごてごてになっちゃってるんじゃないのかな、ものが見えなくなっちゃってるんじゃないかな、でそんな風に私は感じるわけなんです。で、538年に聖徳太子が日本に仏教を取り入れて、で国分寺だ国分尼寺だというものが日本中にこう作られて、仏教というものがこう定着していくわけなんですけれど、先ほど言ったようにお釈迦様の教えというのは嘘をつかない、物を取らない、生き物の命を傷つけない、妨げない、怠けないという、僕は当たり前のことだもんですから、道徳ということとごっちゃ混ぜになっちゃっているんですけれど、私たちの脳細胞の中にそれはね、おぎゃーと生まれて親から言われてるのはこう染み込んでると思うんです。だから皆さん、ある意味どっかでは仏教徒ではないんじゃないかなっていうふうなことを考えてる人もいるかと思うんです。最近インドから帰ってきたら、海外に駐在赴任してたような人たちがたくさん帰ってきてるもんですから、俺は無神論だ無宗教だなんていうことをね平気で言う人たちがいるんですけれど、それは宗教という形を見てるだけなんじゃないのか。で、神の世界と仏の世界っていうのは全く別なんだっていうことに気がつかない。だから最近亡くなった宗教評論家っていう人が般若心経本を出してるんですよ。他にもたくさん本を出してるんですけれど、亡くなった時に個人の生前の意思として葬儀を行わないっていうようなことがあったんです。で、仏式の葬儀はお釈迦様っていう人が2月15日にサラという真っ白い色を花を咲かせる木の下で、お亡くなりになった、80歳でお亡くなりになりました。ほとんど歯がなかったようなんで、どうも粉にして団子にして食べていたらしい。だからサラの代わりに屍っていうものを作る、あるいは枕団子をあげるっていうことは、仏式の葬儀っていうのはお釈迦様と同じように送るっていうことになってくるはずなんです。だから仏教を一生懸命勉強して考えたら、自分が死んだら仏式の葬儀っていうことになるんじゃないでしょうかね。平安時代百人一首に出てくる西行法師という方がいらっしゃいます。願わくは花のもとにて春しなん、その如月の望月の頃、花のもとにっていうのは紗羅のもとにということですよね。まあちょうど日本では桜かもしれないんですけれど、2月如月の望月、お餅のような満月の日にお釈迦様は亡くなったわけですよ。日本ではなんか心臓のある左側を上にしてるとなんか、体に負担がないとかなんていう理屈を言うんですけれど、頭を北に向ければ体が楽だとかっていう、どうもねお釈迦様っていう人は最後に西に入る夕日を見ようとしたんじゃないかなと思うんです。クシナガラというところの
西にはあの森が広がるわけなんです。その森の中に夕日が落ちていきます。お釈迦様はこうやって最後にその夕日を眺めようとしたんじゃないのかな。そうするとどうしても頭は北で、顔は西で、心臓、まあ、左にあるっていうふうにも昔は言われてましたんでね、左が上になる。で、あの仏式の葬儀をこう考えると、お釈迦様にちなんでっていうことがあの色濃く出てるんじゃないかなと思うんです。で、あの戒名をいただくんですけれど、宗派によっては死んでからの名前なんていうこと言うんですけれど、死んでからでもいいからお釈迦様の遠い遠い弟子になるっていうことなんですよ。戒名っていうのは師匠からお釈迦様の弟子になってな、こういう方向で生きていけるようにということで、親からもらった名前は捨てて師匠から新たな名前をつけていただく、それは遠い遠いお釈迦様の弟子になるっていうことだと思うんですね。で、そういうことが分かったら、あの一生懸命仏教のことについて、本まで出した人だったらば、やっぱそういうふうなところで和尚さん俺の葬儀をしてほしいっていうふうになってもらわなければ、それまで言ってたことっつうのがみんなただ知識としてあの知っていただけっていうことになっちゃうんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。で、あのまあ今はその無神論だとかいろんなことで菩提寺はいりませんだとかお墓いりませんだっていうようなことを言うんですけれど、あの皆さん五輪塔ってご存知ですよね、うん、四角いの上に丸っこい玉があって屋根が乗っている、宮本武蔵が五輪の書っていうことを書いてますけれど、あれって人間を土葬にすればどもりができるわけです。そのどもりに傘を差した、だから下の大地が四角で表現されて、どもりの半球が丸くなって、傘の代わりに屋根ができる。それをあの、まあ、お釈迦様の供養塔ストゥーパーっていう、建造物があるんですけれど、それが元になって、まあ、五重の塔、三重の塔、多宝塔で五輪塔、そして塔婆っていうものがこうできていくわけなんです。塔婆っていうのはストゥーパーという言葉 の日本的な言い方ですよね。で、行政では競争しちゃいけないから四方のこういう石塔を作ってくださいって言うんですけれど、よくよく考えたらそれって宗教統制、仏教統制になるじゃんっていうふうに私なんか思うんですよね。だからお釈迦様と同じように送るって言った時に、お墓は五輪の塔って言ったらば最高のお釈迦様と同じストゥーパーを作るんだっていうことでは、これは信仰の中ですから、だから何者にも否定されるべきものではないじゃないかなと思うんです。で、まあ、最近は各家族あるいは長男長女の時代だもんですから、まあ娘に面倒かけたくない、息子に面倒かけたくないから墓じまいをするなんつって時々見えるんですけれどね、まあそりゃ気持ちはわかるけれど、お墓なんていうのはほっときゃいいんだ、草ぼうぼうになってるところをかけ分け、かけ分けって、あ、ここがおじいちゃんおばあちゃんのお墓なんだっていうことを10年にいっぺん孫ひ孫が訪ねてくれる、それだけでもいいんじゃないかな。散骨をしたり樹木葬をしたりしてっていう、それはどこに手を合わせていいか分からなくなってきてしまうんです。千の風っていうような歌が流行ったんですけれど、それは確かに空に向かって手を合わせればいいかもしれないけど、それよりも
どんなにちっちゃくてもいいから、これがお母さんのお墓、これがお父さんのお墓っていうものがあった方がしっかりと手を合わせられるし、心もそこに集中できると思うんですよ。そのためにも私たちはお墓を残していかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。それをあえて墓じまいする、そんなことしなんで、うちの寺にはいくらでも空いてる場所があるから、そこへ持ってきてくれりゃ、あとまあ草でないように除草剤まくし、もしかしたらお線香も俺があげるかもしれない、こっち持ってきましょうっつったら、お二人ほどね、お寺へ石灯を移転しました。まあ、それは余談として、どうか皆さんはそういう意味で、お釈迦様っていう人をこう身近に考えていただきたい。で、皆さんの今日写経するしたものっていうのは、また事務局の皆さんがインド日本寺へ行くときに持参していって、向こうの農協場所に納めてくださるわけなんで、皆さんの書いたものがお釈迦様の近くに行くということになりますけれど、できれば皆さんもインドへ行っていただきたい。今若いお子様たちがたくさん育ってきてるんですけれど、教会では駐在員がなくて困ってるんです。それであちこちに私声かけるんです。おい、インドへ駐在員として2年行かないかっつって言うと、まあ、お師匠さんはね、俺は1回行ってきたからもう行かなんでいい、きつい汚い危険だからインドは行かない。でも一生懸命自分たちの宗派の中では勉強してるんですよ。そうじゃなくて、元出発点になるはずのお釈迦様っていうものをもうちょっと和尚が理解しなきゃいけんし、それを皆さんに伝えるのが和尚としての務めだろうっていうことで、若いのに言うんですけれど、なかなか2年間3年間っていうものはね、寺を留守にするっていうわけにいかないっていうことで、なかなか駐在員が集まらないっていう希望者がないんです。どうかそういう状態ではありますけれどね、皆さんがぜひお釈迦様っていう人がかつていて、で、私たちが日本で、まあ、戦後こうやって豊かな暮らしをできるのも怠けないというこの一言ですよね。この一言が私たちに影響してるわけなんです。それで今日の、まあ、繁栄って言っちゃいけないんですけど、日本のこういう豊かな社会を作り上げてきたわけです。その元になるのがお釈迦様なんですから、どうかそのお釈迦様っていう人を身近に感じていただきたい。ここをお釈迦様が歩いたのかな、お釈迦様ってどんなことを考えてたのかな、空だけじゃなくて無だけじゃなくて、一ついろんな本がありますんでね、お釈迦様に関する本がありますんで、あるいは日本寺の駐在経験者の皆さんに聞いていただけば、いろんなお話がいただけると思いますんで、お釈迦様っていう人を身近に感じていただきたいな。それが写経をする一番の目的なんじゃないかなっていうような気がするわけなんです。ちょっと遠い国なんですけれどね、私もこれでコロナが収まったらまた向こうへ行って、座禅会をしようかなというふうに思っております。日本人は少ないんですけれど、欧米人は一生懸命仏教を勉強しようという熱意が感じられます。そういう人たちの求めに応じて2年間日本寺の駐在員をさせていただいた、まあお礼奉公というようなことで、私もこれからどこまでできるか分かりませんけれど、元気なうちは年に一遍インドへ
ていこうというふうに考えております。どうか皆さんも機会を作って、ぜひインドへ、お釈迦様のもとへお出かけいただきたいと思います。本当に今日はご苦労様でございます。拙いお話で申し訳ありませんけど、以上で終わらさせていただきます。ありがとうございました。アーメン。